ベルトを持って岐阜に行きます。うん、期待します。とある講義を見てた時に、とある先輩に、アイスリボンは、アイスリボンの人はセミ、メインは無理だと言われました。ダーク松本。8月31日、アイスリボン後楽園ホール大会で、私とシングルスが、壁に寄ってはできやるよ。違います。